本日も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。突然ですが、視聴者の皆さんはこんなジョークを耳にしたことはありますでしょうか。八王子は山梨。確かに八王子は東京の西側にありますし、特に都心の方からすれば一緒に見えるのかもしれません。でもこれって不可解じゃないですか。なぜなら八王子は山梨県と接してすらいないからです。間には神奈川県が挟まっています。どうせ山梨と呼ぶならもっと奥地があるのに、なぜ八王子ばかりが山梨呼ばわりされるのか、その謎を解明すべく我々は高尾山の奥地へと向かった。というわけで今回は八王子市の山梨道を点数化し、八王子は山梨というジョークが本当なのか検証してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず検証方法を説明します。今回は比較対象として業務各都市に指定されております立川市、多摩市、青梅市、町田市を選択しました。ここに八王子市を含め5つの市の山梨道を点数化比較します。ここでの比較は八王子だけが多摩地区の中でもやたらと山梨呼ばわりされるのが実態に合っているのか明らかにするために行います。評価項目は交通・鉄道編、交通・自動車編、通勤・通学、気候、林野面積、農産品、産業、寿司屋、銀行、チェーン店の10項目です。評価方法については項目ごとに説明します。点数化の結果、八王子市が5市の中で最も山梨度の高い市となった場合、八王子は山梨というジョークにはそれなりの根拠があると判定します。それでは比較してみましょう。まずは当チャンネルのお箱であります鉄道から参ります。評価は各市の代表駅から甲府駅までの最速所要時間でもって行います。ダイヤは2022年2月11日時点の平日ダイヤとします。代表駅はそれぞれご覧の通りです。乗り換え時間では橋本駅での京王線から横浜線への乗り換えについては4分を最短、立川駅での多摩都市モノレールから中央本線への乗り換えについては5分を最短、それ以外の駅での乗り換えについては2分を最短としています。ただしこの時間での乗り換えはいろいろな意味で危険なので推奨しません。階級は左に掲示します。早ければ早いほど山梨度が高いという判定です。なお参考記録として新宿から甲府までの最速は11時ちょうど発あずさ17号を利用した際の1時間23分となります。それでは比較します。まず八王子から甲府までの最速は11時29分発あずさ17号、もしくは14時31分発あずさ29号を利用した際の54分です。さすがの1時間切り、八王子市は5点です。続いて立川から甲府までの最速は14時22分発あずさ29号を利用した際の1時間3分です。したがって立川市は4点です。続いて多摩センターから甲府までの最速は京王多摩センター18時5分発各駅停車橋本行き、18時20分発横浜線八王子行き、18時35分発あずさ45号を利用した際の1時間26分です。したがって多摩市は2点です。続いて青梅から甲府までの最速は19時50分発青梅線快速東京行き、20時25分発あずさ53号を利用した際の1時間39分です。したがって青梅市は1点です。最後に町田から甲府までの最速は10時5分発横浜線八王子行き、10時33分発あずさ13号を利用した際の1時間23分です。したがって町田市は2点です。2番目は自動車交通を比較します。評価は各市の市役所から甲府市役所までの最速所要時間でもって行います。データは Google マップの経路検索です。ここで紹介するデータは比較的空いているであろう深夜帯に検索したものであり、検索時の道路状況に応じて所要時間は変動しますのでご承知おき願います。階級は左に掲示します。なんだか恣意的な階級設定ですが、早ければ早いほど山梨度が高いという判定です。それでは比較します。まず八王子市役所から甲府市役所までの最速は中央自動車道を利用した際の1時間24分です。したがって八王子市は5点です。続いて立川市役所から甲府市役所までの最速は
中央自動車道を利用した際の1時間38分です。したがって立川市は2点です。続いて多摩市役所から甲府市役所までの最速は中央自動車道を利用した際の1時間34分です。したがって多摩市は3点です。続いて青梅市役所から甲府市役所までの最速は県央道と中央自動車道を利用した際の1時間31分です。したがって青梅市は3点です。最後に町田市役所から甲府市役所までの最速は県央道と中央自動車道を利用した際の1時間41分です。したがって町田市は1点です。3番目は通勤通学客の流動人口を比較します。評価は山梨県から各市に入ってくる通勤通学人口と山梨県へ出ていく通勤通学人口を合計した数でもって行います。データはリーサス地域経済分析システム経由で収集しました。出典は2015年の国勢調査です。階級は左に掲示します。流動人口が多ければ多いほど山梨度が高いという判定です。それでは比較します。まず八王子市と山梨県の通勤通学流動人口は流入が3228人、流出が1393人で合計4621人の行き来があります。したがって八王子市は5点です。続いて立川市と山梨県の通勤通学流動人口は流入が765人、流出が132人で合計897人の行き来があります。したがって立川市は2点です。続いて多摩市と山梨県の通勤通学流動人口は流入が157人、流出が65人で合計222人の行き来があります。したがって多摩市は1点です。続いて青梅市と山梨県の通勤通学流動人口は流入が83人、流出が79人で合計162人の行き来があります。したがって青梅市は1点です。最後に町田市と山梨県の通勤通学流動人口は流入が247人、流出が152人で合計399人の行き来があります。したがって町田市は1点です。4番目は気候を比較します。データは気象庁のアメダスで1991年から2020年にかけて観測されたものの平均を利用します。山梨県は主に中央高地式気候に属するとされています。中央高地式気候の特徴は年間降水量が少ない、夏と冬の気温差が大きい、冬の朝晩の冷え込みが厳しいなどがあります。参考データとして甲府のアメダスと東京のアメダスを比較してみますと、ご覧のように違いがはっきりとわかります。今回はこの特徴に従い3項目で評価し、山梨らしい、すなわち中央高地式気候に近い特徴を有する場合は項目ごとに2点ずつ加点します。東京よりすなわち太平洋側気候に近い特徴を有する場合は加点しません。1つ目は年間降水量です。1100ミリに近い場合は山梨より、1500ミリに近い場合は東京よりとみなします。境界となる目安は1300ミリです。2つ目は気温の年較差です。最暖月の平均気温と最寒月の平均気温の差から導きます。24度に近い場合は山梨より、21.5 度に近い場合は東京よりとみなします。境界となる目安は 22.7 度です。3つ目は最寒月の平均最低気温です。マイナス3度に近い場合は山梨より、1度に近い場合は東京よりとみなします。境界となる目安はマイナス1度です。なお、甲府の1月の平均最低気温は氷点下 2.1 度と若干暖かいのですが、これは甲府のアメダスが街中にあるため、都市化の影響を受けているものと思われます。山梨県の他のアメダスを参照すると氷点下3度が多いので、山梨の基準は氷点下3度としています。多摩地域で比較するアメダスは八王子、青梅、府中です。立川市、多摩市、町田市にはアメダスがないので、府中を代表として扱い、府中に加点があった場合は3市すべてに加点することとします。町田市でも相原の方は八王子の気候に近いだろうみたいな異論は認めますが、町田の中心市街地は経度的に府中に近いので、今回は便宜上府中にまとめます。ご承知願います。それでは比較します。まず年間降水量は八王子が 1643.0mm、青梅が 1563.3mm、府中が 1598.9mm です。したがって加点はいずれもありません。続いて気温の年較差は八王子が 23.0 度、
青梅が 22.7 度、府中が 22.3 度です。青梅は境界線上ですが、2018年の7月23日に東京都内観測史上最高の 40.8 度を記録したという実績に鑑み、加点対象とします。したがって八王子市と青梅市に2点ずつ加点します。最後に最寒月の平均最低気温は、八王子が1月のマイナス 1.8 度、青梅が1月のマイナス 2.3 度、府中が1月のマイナス 0.7 度です。したがって八王子市と青梅市に2点ずつ加点します。合計して八王子市と青梅市は4点、それ以外の3市は加点なしとなりました。余談ですが、これと同じ基準で山梨県内のアメダスを4カ所選択し、それらの記録に点数をつけた結果、甲府と勝沼は満点でしたが、大月と桐石は4点でした。甲府、勝沼は山梨県西部の国中地方の中でも甲府盆地の中北地域、共同地域にあたります。一方、大月は山梨県東部の郡内地方、桐石は国中地方でも南の富士川沿いにあたる京南地域にあたります。郡内地方と京南地域は中央高地式気候でありながら、地形の関係上季節風の影響を結構受けるため、太平洋側気候の性質が混じって降水量が多くなります。当たり前のようですが、山梨県内でも気候が違うわけです。そう考えると、八王子と青梅の気候は山梨県の郡内地方や京南地域に近く、ある意味山梨らしいのかもしれません。5番目は林野面積を比較します。林野面積とは簡単に言えば森林と草地を足した面積です。データは農林水産省より2020年の値を利用します。評価は市の総土地面積に占める林野面積の割合でもって行います。なお、値は小数点第2位を四捨五入したものです。階級は左に掲示します。林野面積の割合が大きければ大きいほど山梨度が高いという判定です。参考として山梨県の林野面積の割合は 78.2%、 東京都の林野面積の割合は 27.5% です。それでは比較します。まず八王子市の林野面積の割合は 42.0% です。したがって八王子市は3点です。続いて立川市の林野面積の割合は 0.1% です。したがって立川市は1点です。続いて多摩市の林野面積の割合は 1.7% です。したがって多摩市は1点です。続いて青梅市の林野面積の割合は 62.6% です。したがって青梅市は5点です。最後に町田市の林野面積の割合は 10.9% です。したがって町田市は1点です。6番目は山梨らしい農産品を比較します。山梨県はブドウや桃で大変有名ですが、それもそのはず、ブドウ、桃、スモモの生産量は日本一です。したがってここではこの3品を比較に用います。評価は市内にあるブドウ、桃、スモモの高地面積でもって行います。生産量ではなく高地面積で比較するのは、全体的に生産量が微々たるもので、高地があっても生産量が基準に満たない場合は0トンとなる場合があるからです。データは東京都産業労働局水産部の東京都農作物生産状況調査結果報告書平成30年度産のものを利用します。なお、ここで調査対象となっている農家は高地面積 10R 以上です。階級は左に掲示します。高地面積の広さと果物のコンプリート率が点数に影響を与えます。それでは比較します。まず八王子市はブドウの高地が 17R ありました。桃、スモモはありませんでした。したがって八王子市は1点です。続いて立川市はブドウの高地が 46R ありました。桃、スモモはありませんでした。したがって立川市は3点です。続いて多摩市はブドウの高地が 29R ありました。桃、スモモはありませんでした。したがって多摩市は2点です。続いて青梅市はブドウの高地が 18R ありました。桃、スモモはありませんでした。したがって青梅市は1点です。最後に町田市はブドウの高地が 33R ありました。桃、スモモはありませんでした。したがって町田市は3点です。7番目は山梨らしい産業を比較します。ここで比較に用いる産業は貴金属、宝石製品製造業です。山梨県北部にある金峰山の周辺は
良質な水晶が取れることで知られており、それに伴って宝石加工の技術が発達しました。評価は市内にある非金属宝石製品製造業者の件数でもって行います。データは平成26年の経済センサスを利用します。階級は左に掲示します。件数が多ければ多いほど山梨度が高いと判定します。それでは比較します。まず八王子市は5件です。したがって八王子市は3点です。続いて立川市は6件です。したがって立川市は3点です。続いて多摩市は1件です。したがって多摩市は1点です。続いて青梅市は2件です。したがって青梅市は1点です。最後に町田市は2件です。したがって町田市は1点です。8番目は寿司屋を比較します。なぜ寿司屋が登場するのか疑問に思われた方が多いかと思いますが、実は山梨県は人口あたりの寿司屋の件数が日本一多いのです。当チャンネルの計算では山梨県の10万人あたりの寿司屋の件数は 30.4 件でした。海なし県であり、海の幸の特別感が強いことや、駿河湾で獲れた生魚を腐らせずに運べる限界点が豊富だったことが寿司文化の流星を招いた理由と考えられているそうです。評価は人口10万人あたりの寿司屋の件数でもって行います。データは平成26年の経済センサス基礎調査を利用します。人口データの出典はご覧の通りです。なお値は小数点第2位を四捨五入したものです。階級は左に掲示します。人口あたりの寿司屋が多ければ多いほど山梨度が高いという判定です。それでは比較します。まず八王子市は10万人あたり 18.1 件です。したがって八王子市は4点です。続いて立川市は10万人あたり 15.7 件です。したがって立川市は3点です。続いて多摩市は10万人あたり 8.1 件です。したがって多摩市は1点です。続いて青梅市は10万人あたり 16.7 件です。したがって青梅市は3点です。最後に町田市は10万人あたり 13.1 件です。したがって町田市は2点です。ちなみに東京都全体で見るとだいたい10万人あたり27件くらいあるので、実はいずれも低水準だったりします。9番目は銀行を比較します。山梨県の地方銀行は山梨中央銀行です。よって評価は山梨中央銀行の人口10万人あたりの支店数でもって行います。銀行の支店数は2022年2月10日時点の公式ホームページの支店一覧を数えました。人口データの出典はご覧の通りです。なお値は小数点第3位を下誤入したものです。階級は左に掲示します。人口あたりの支店数が多ければ多いほど山梨度が高いという判定です。なお参考として山梨県は10万人あたり 9.06 店舗です。それでは比較します。まず八王子市は10万人あたり 0.53 店舗です。したがって八王子市は3点です。続いて立川市は10万人あたり 0.54 店舗です。したがって立川市は3点です。続いて多摩市は10万人あたり 0.00 店舗です。したがって多摩市は加点なしです。続いて青梅市は10万人あたり 0.00 店舗です。したがって青梅市は加点なしです。最後に町田市は10万人あたり 0.23 店舗です。したがって町田市は2点です。最後10番目はチェーン店を比較します。山梨の代表的チェーン店はスーパーマーケットの荻野やホームセンターの黒金などありますが、ここへ取り上げるのはシャトレーゼです。全国的に展開する洋菓子チェーンですが、山梨県を創業の地としており、現在でも本社は山梨県にあります。評価は人口10万人あたりのシャトレーゼの店舗数でもって行います。店舗数は2022年2月10日時点の公式ホームページの店舗一覧を数えました。人口データの出典は銀行で用いたものと同じです。なお値は小数点第3位を下誤入したものです。階級は左に掲示します。人口あたりの店舗数が多ければ多いほど山梨度が高いという判定です。なお参考として山梨県は10万人あたり 2.94 店舗です。それでは比較します。まず八王子市は10万人あたり 0.89 店舗です。したがって八王子市は5点です。続いて立川市は10万人あたり 0.00 店舗です。したがって立川市は加点なしです。続いて多摩市は10万人あたり 0.68 店舗です。
したがって多摩市は4点です。続いて青梅市は10万人あたり 0.76 店舗です。したがって青梅市は4点です。最後に町田市は10万人あたり 0.70 店舗です。したがって町田市は4点です。余談ですが、他のお店についても言及します。甲府市には現在山梨県唯一の百貨店である岡島百貨店がありますが、この岡島百貨店もかつては支店を出していました。過去に出店したことがあるのは長野県茅野市の茅野岡島と東京都八王子市の八王子岡島です。なんと甲府の百貨店が八王子に店を出していたことがあったんですね。とはいえ50年ほど前にわずか1年程度で閉店してしまいました。現在はエルシーという宴会場になっています。またこちらはチェーン店ではありませんが、八王子駅のコンコースに山玉屋という土産屋があります。山梨と多摩の物産を売っている売店です。八王子駅を利用したことがある方はご存知かもしれません。このように八王子は何かと山梨関係のお店が出店しているのです。さて結果が出揃いました。ご覧の通り八王子市が38点、2位以下に10点以上の差をつけてダントツの1位となりました。多少、いやかなり恣意的な部分もあったかと思いますが、それでもここまで大差がつくというのは鵜久主も予想外でした。というわけで八王子は山梨というジョークには一応それなりの根拠があるということが分かりました。お疲れ様でした。なお、なぜ八王子市と山梨県は結びつきが強いのかということにつきましては別の動画で追って解説いたします。とりあえず今回はここで一旦お開きといたします。長々とお付き合いいただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルは多摩地域を中心とした交通・地理に関する解説動画や交通バラエティ動画、旅行動画などを投稿しております。高評価・低評価・チャンネル登録などどうぞよろしくお願いいたします。